こんにちは、新州読書会の宮沢です。今日も雑談をしていきます。今日はですね、自己啓発本の紹介シリーズをやっていきたいと思いますけども、強運を呼び込む51の法則って本があります。本田健さんという人は、はい、書いてる本です。そちらからご紹介したいと思います。46ページ、誰のおかげで成功できたかを忘れない。運とは何かを一番簡単なイメージで説明すると、それは風だと思います。それもあなたの応援団が吹かせてくれる風です。あなたが何かやろうとするときに応援してくれる人が何人いるのかが、あなたの運の強さになります。運というと不確定なものだと感じるでしょうが、実際的にはあなたが何かをやるときに知らないうちに来てくれる助けのようなものです。その運はあなたの経営するお店に来るお客さんという形で目に見えるときもあります。けれど口コミであなたのことをよく言ってくれ、来店を勧めてくれる見えない行為のこともあります。それらがすべてあなたの運なのです。そしてすべての要素が掛け算で起きて、お店を始めて1年しか経たないのに、いつもお客でいっぱいで運がいいですねということになるのです。そうやって成功する人は伸びていきます。そこからさらなる運をつかむ人と運を逃す人がいます。運を逃す人は自分の実力だと過信して手を抜いてしまう人ですということです。運勢の話が書いたんですけども、私以前運勢の話たくさんアメブロに書いてたんですけども、運っていうのは何かっていうと、風、応援団が吹かせてくれる風だと。昨日、私マルクスの人労働と資本の話をしたんですけども、社会的生産の諸関係っていう、社会的生産関係っていう言葉をマルクスは使うんですけども、人間っていうのはその、この世俗の中でですよ、現実社会の中でやっぱり様々な関係の中に縛られてると。自由なものとして生まれてるんですけども、いろんな関係性、自分の生まれた国家とか国とか環境とか時代とか、両親とか、いろんなものに遺伝とか、いろんなものに縛られてるんですね。いろんな必然性って難しい言葉で、必然性に縛られてるということです。で、それらの関係性をいかに自分の、なんていうか、力に変えていくかということですね。どんな逆境にいても、その逆境をうまく、なんていうんですかね、波乗りみたいなもんで、どんなに大きな波でもうまく乗れば、その波の中でサーフィンができるような感じで、泳ぎ切ることができるってことですね。で、ご商売やられてる方っていうのは、多分そういうのを感じられると。お店にお客さんが来るって形で流れが起きてるということですね。思いがけないところから問い合わせいただいたり、縁がつながっていったりということはあると思います。私も営業の仕事をやってた時ですね、全然結果出なかったんですけども、昔。やっぱ半年以上、全然、お客さん取れなくて、契約が。12市長会議になっちゃったんですけども、頑張っても全然結果が出ないですね。でも、ある時から急に出るようになったんですね。やっぱ半年ぐらい経ってから、1年ぐらい経ってからですかね。で、結構諦めちゃうっていうか、いくらね、その先輩とかが半年とか1年とかやりゃ、そのうち自然と契約取れるようになると、思うんですけども、思うって言われるんですけども、その感覚がね、わかんないんですよね。昨日松山英樹選手の、NHK スペシャル夜中再放送してて、すごいいいこと言ってたんですよ。松山選手って感覚が一番重要だと。感覚があるかないかが重要だって、喋ってました。それは、野球に例えてたんですけども、
同じストレートでも指先にこうボールがかかる感じが違う時あると。でキャッチャーミットの構えたところに、同じ球がいっても、この指にかかった感覚がしっかり回転がかかっているボールと、あんまりしっかりかかんなかったけどそこにたまたま行っちゃったボールっていうのは、違うんだって言ってたんですね。でやっぱり感覚っていうものがちゃんと乗ってる、いい感覚で投げられたっていうのを、これ大事にしていかなきゃいけないと言ってました。で私その話聞いてすごいよく分かったんですよ。これ哲学的な用語で説明すると、ベルグソンっていう人はそういう話ばっかりしてるんですけども、純粋持続っていうのがあるんですね。純粋持続っていうのはスーパーボールみたいなもんだと。伸びたり縮んだりする。人間っていうのは、マルクスが言うと人間っていうのは何なのかっていうのは、ちょっとすごい、なんか、新労働者っていう形で抽象化するんですけども、ベルグソンとかっていうのは、なんかこう、スーパーボールみたいなもんだと、人間の中の感覚っていうのは。で、それ常に変わってると。一刻一刻変わってて、虹みたいなもんだと。どんどん色が変わっていくと。スペクトルみたいなもんだと、光の。そういうものを自分の中に意識できてるかってことなんですね。感覚っていうのは。で、そういう感覚っていうのが、ある日、徐々に見えてくるんだと。それは松山選手だったらパッティングするときに、ボールがその パターに当たる感触とか音とかで入るか入らないか分かるとか、あるんだと思いますよ。ティーショット打ったときも、ドライバーとボールに当たる感覚で、大体どこに飛んでいくかとか、今日の調子とか全部分かっちゃうんですね。一回打つだけで、おそらく。今の精神状態とか。それは音楽やってる人にとっては、ギターちょっと一回奏でただけで、出ちゃうものがあると。歌う人だったら、一小節歌えば、大体もう今日の調子、体調分かってくるとか、あると思うんですね、感覚が。で、私も、今こうやって喋ってる時も感覚があると。今日はあんまり体調良くないんで、あんまり声出てないですけども、体調良くないってことないんで、喋ってるうちに体調良くなってくるときあるんですけども、微妙な感覚、毎日やってると感覚があって、なおかつその感覚の中に戻ってくるものがあると。それはお客さんがたくさん来るとか、目に見えない諸関係に訴えてるってことですね。野球でボールが伸びてるってことは、もしかしてボールが伸びてるけど、打たれたと。だけど、それを見てるお客さんも、相手チームの選手も、今日のピッチャーは、すごいボールが伸びてるな、調子いいなと思うと、それは一個の関係性が変わっていくってことになりますよね。で、調子がいいなって一つ思わせることで、今日はなかなか打てなそうだぞっていう気持ちになってくると。で、観客席の応援にも力が入るとか、そういうふうに、多分影響を与えていく部分があると思うんですね。それはお店をやったら口コミで誰かが褒めてくれたり、どこか自分の目に見えないところで誰かが、来店を勧めてくれるとか、あると思います。で、そういうことの積み重ねで結局、それが結実すると、お店に来るとか契約が取れるとか、いうことになるってことですね。で、私の話ばっかりして恐縮なんですけど、今、昨日、おとといとです、YouTube でもうライブを やり始めたんですよ。今までツイキャスではやってたんですけども。で、やっぱ生でやると、どのぐらい人が来てるかわかりますし、生でコメントもいただくんで、今まで見えなかった関係性がですよ、急に自分の目の前にやってくるわけですね。いつも聞いてますと。初めてコメントくださる方結構いらっしゃるんで、私はどこでどうやって聞かれてるか分かってないんで、この音声が。誰を傷つけて、誰を励ましてるのかも分からないんですけども、
だけど、まあ、自分の中の感覚というものは、まあ、ある程度他の方に伝わってるってことですね。で、伝わってて、そのリアクションとして生放送を聞きに来てくれるって形で戻ってくるってことですね。で、戻ってくるまでにやっぱりすごいタイムラグがありますし、もちろんその戻ってくるまでの関係性を、目に見えない関係性をずっと、まあ、作っていかなきゃいけないってことですね。もう私はもうこの音声入れるっていうのはもうかれこれ3年4年ぐらいやってるのかな。だから来年2014年の1月頃から始めたんで、まあ5年目ぐらいになるんですかね。まあ4年作ってきて、まあようやく生放送をやって、とりあえず誰も来ないってことはないと、まあ少なくともまあ3、40人ぐらい、まあ YouTube を合わせればですよ、まあ来てくれるって関係性を作るまでにやっぱり4年ぐらいかかったってことですね。3、4年ね。ね、そこは作っていかなきゃいけないわけですね。で、作っていった上で、まあようやく、あ、たくさん放送に来るんですねっていう形になると、で、そこからさらに、まあ応援団が風を吹かせてくれるように、まあやっていくってことですね。まあそっから運をつかむ人と運を逃す人がいるってことをこれから続きに書いたんですね。で、運を逃す人は自分の実力だと、俺が頑張ってるからこんなに良くなったんだって言っちゃうと、でもそれを言っちゃおしめよって話だってことが続きに書いてあります。続きです。以前大好きだったラーメン屋の話ですが、若いオーナーは店が繁盛し始めるとだんだんと店に来なくなりました。その後アルバイトの人はやる気がなく、彼らが調理する麺はいつも伸びているというようになりました。店長さんはどうしてるのと聞くと、さあ旅行にでも行ってるみたいですよとのこと。味も落ちたのでなんとなく足が遠のきました。私と同じように感じた人が多かったのか、あっという間にお客は減って、そのお店はダメになりました。彼はセンスが良かったのに途中で気を抜いたために成功を逃したと言えるでしょう。あなたが応援を送ってくれる人に対してしっかり向き合っていくと、彼らはますますあなたのファンになります。こうした気持ちのやり取りの中で、あなたの恩人の存在を決して忘れないようにしましょう。このところ運がいいな、順調にいってるなと思ったら、それを謙虚に受け止めて、あなたの応援団の気持ちに感謝し、誠実に応えましょう。ということです。まあ、ラーメン屋の、まあ、センスのあるラーメン屋のオーナーが、まあ、店を繁盛させたけど、まあ、オーナーになってからは、従業員に任せて、店に来なくなったってことですね。そしたらやっぱり、店が潰れちゃったと。いうことです。まあ、だから、せっかく応援してる人はたくさんね、店に来てたんですけども、まあ本人が、まあその期待に応えられる経営の仕方をしてなかったってことですね。ということです。まあ遊んじゃいけないって話じゃないと思うんですけどね、別にね。まあ、ね、よくある話だよ。やっぱりね、他の、まあ遊ぶんじゃなくてね、遊びがてらになんか他のラーメン屋見て回るとかやってりゃ、もしかしたらこのラーメン屋も、まあ結局従業員育てなきゃいけないですからね。まあ育ててりゃ、続くことはあったんでしょうけども、まあ、なんかダメになっちゃったと。いうことです。で、まあ、まあ応援してくれる人っていうのはたくさんいるわけですよね。まあ私にもおかげさまでたくさんいらっしゃるんだと思うんですけども、まあ、まあ、そういう人たちの、まあ、期待に応えられるように、続けていく、まあ、感覚、そう、伝わる感覚っていうのはあるんで、あ、なんかもう、ボールが伸びてないなとか、もう麺も伸びてんだと、ラーメンの麺も伸びてんじゃねえか、みたいに思われちゃうと、やっぱり、視聴回数も減ってくるし、まあ、チャンネル登録も減ってくるってことですね。まあ、適面に人が去っていくと。いうことになりますし、まあそのままうまく伸ばしていけば、まあ周りの人がやっぱり、人は人を呼ぶっていうか、友達連れてきてくれるとか、まあ誰かに勧めてくれるとか、いうことが、まあ起こると。まあそっちの方が見えてないと、今目の前にいるお客さんに対して、まあ手を抜くとか、まあ期待に応えないってことが起こっちゃうと、その後ろの方にいるお客さんも、もう応援団も反応しなくなってくると。そうすると、どんどん運が悪くなっていくってことですね。で、運っていうのはまあ目に見えない、
因果関係ですね。まあ実力以外の全てのものだっていうことですよ。まあ色川武弘さんという人は、作家の方が裏表人生ログっていう本の中で、運っていうのは実力以外の全ての部分だと言ってですね。まあ実力が鍛えていくっていうのはもちろん重要なんですけども、実力以外の部分っていうのは社会的生産関係というか社会的な関係でできているわけですね。その部分は自分で何とかしようとしたって、一朝一夕で変わらないってことですね。そっちの関係性の方を感覚として捉えていくってことを、私はとても大切なことだなと、まあ、思ってます。まあ、そんな話でした。まあ、最初に戻ると、運とは何かを一番簡単なイメージで説明すると、それは風だと思います。それもあなたの縁だが吹かせてくれる風です。まあ、風っていうものがあるってことですね。その風っていうのは感覚で感じてるかってことですね。感じてなきゃ見えないもんですよ。何でもないから、自分の方にうまく利用できないと。100メートル走だって追い風なら記録良くなるわけですね。向かい風なら記録悪くなるし、で追い風参考になっちゃまずいわけですね。あんまり追い風が強いと参考記録になっちゃうと。まあ適度な追い風がその時だけ吹いてくれればいいとか、まあその時だけ吹いてもダメなんでしょうけども、なんかその自分だけに追い風が吹くってことはあるわけですね。そういうものが、まあ、あると。まあ、その風、まあ、ヒットメーカーですね。何回でもヒット、大ヒット作れる人っていうのはそういう風が見える人なんですね。ということですよ。たまたまその、一発屋っていうのはそれがたまたま当たっちゃったってことですね。たまたま追い風に、スポットに入っちゃったって売れたと。だけど2回目、3回目はやっぱり売れなくなると。だけど、まあ、売れ続ける人は、あの風の吹いてる場所に寄せていくことができると。その風を利用していくことができるってことですね。だと思います。で、まあ多くの人は実力の部分だけ鍛えれば何とかなると思ってるんですけども、まあ実力を鍛えるのはまあもちろんのことだけども、まあ風の方も見ていかないと、いけないと。で、まあ今の日本社会っていうのは全般的に見れば、まあ無風状態なわけですね。だけどただ風を掴んでる人はいますよ、やっぱりね。見てると。まあ何やってもうまくいかない社会だっていうのは、まあ、若い人は特に思ってる。手堅く行きたいと。終身雇用、年功序列の、安定した企業に行きたいっていう人は多いと思うんですけども、まあそれはそれでいいと思うんですよ。まあその企業が風を掴んでればいいわけですから。個人としては掴んでなくても。だけどまあ、個人でね、個人事業主とか、でやられてる方は、なんとか風を、自分で世間の風、まあ実力鍛えるのももちろんですし、まあ、風に乗っていかなきゃいけないってことですね。実は自分で風を探さなきゃいけないってことですね。社会的関係を見ていかなきゃいけないと。生産関係を。私はまあそれをすごい、まあ意識して活動してるっていうか、まあ来年はね、もうちょっと、まあ、ライブでやるっていうのはその風がわかるんで、毎日今やってますけども、まあ、もちろん毎日ね、そのブログ書いたり、メルマガ書いたり、まあ、手抜きでやってる時は、だいぶありますけど、期待に応えられない時もあるんですけども、まあ、それでも、まあ、チャンスっていうのは、まあ、たくさんあるわけですけど、ただ自分でミスミス逃してるケースが多いと。で、チャンスがあってミスミス逃してるっていうことが、客観的には見えてる人がいて、本人の中では全くチャンスがなくて、もうこんな地獄だと、ヘルだと、地獄だと、日本なんかどうしようもないって、まあ、思う人は思うでしょうけども、実はまあ、本人の中でそう思ってるだけで、たくさんのチャンスが、なんか、たくさん見逃しちゃってんだなって、客観的にはわかるんですね。自分のことはわかんないですよ、私もね。私なんかもう、空振り三振しまくってるでしょうけど、おそらく、もうちょっとうまくやればいいのにって、みんな周りの人は、心ある人、センスのある人は思ってるのかもしれないですけども、風が見える人からですよ。まあ、私も私で他の、ね、なんか、こう、売れそうな人とか、まあ、笑い芸人とかですもんよ。あ、こういうのこういうふうに言えばもうちょっと売れんのになとか、思いますよね。
若手の俳優の人とか見てても、もうちょっとこういうふうに演技できれば好感持たれるのにとか、そういうことは思うけど、本人たちが分かんなきゃ分かんないですし、客観的に見るのはね、あの、まあ楽なんですけどね、自分を客観的に見るってのはすごい難しいですから、自分のことは分からないですけどね。そんな話でした。だいぶ長くなりました。最後まで聞いていただいてありがとうございました。よければチャンネル登録グッドボタンお願いします。あとメルマガもやってますんで、ご登録いただければと思います。あとはアマゾン楽天のリンクが貼ってありますんで、一度踏んでいただいてお買い物していただくと紹介料が入りますので、ご協力ください。以上です。